数々のヒット曲を生み出してきた福山雅治だが、実は影響を受けた同世代のアーティストがいるんだとか。同世代でいうとやっぱ槇原敬之さん、はいはい、槇原敬之さんっていうのはもうものすごく嫉妬の対象ですよね。全然まだイメージが、やっぱり凄まじい才能だと思いました。まだ僕が全然シングルヒットが出てない頃に、はい、まあ、どんな時もという曲でヒットしてて、年齢もデビューも近かった2人、どんな時もの何に嫉妬していたのか。曲もすごいし、うん、詞もすごいし、うん、もうね、出だしもういきなりすごいですよ。僕の背中は自分が思える正直かいっていう、うん、この2行になんか全部入ってるなと思って、これって自分で正直だと思ってるし、そうでありたいと思ってるし、強がりでもあるし、不安でもあるしっていう、でそれをあの誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよというところでまたすぐ回収して、はい、そのことを、そしてもうサビで普遍的に、はい、どんな時も僕が僕らしくあるためにって、こう誰にでも当てはまるでしょう、うん、どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから、完璧。これね、槇原さんにずっと嫉妬してるなんていうふうに言ったことはないですから。すごい話だな、今日めっちゃ貴重な日や、すげえな。まあ、言う必要もないなと思ってたし、うん、なんかご迷惑かかっちゃうんじゃないかなっていう。